成功者を目指した彼は最後、売れないチンドン屋として生涯を終えました。それは、アルイハ自身の妻を捨てたか殺した、その結末として適当か？という、ともかく漫画は、果たして、面白い、か？は、なんとも奇妙な感覚にはなる。深淵にあるものはその事例、それに対し異を唱える。それは問題なかった。その後の対応にこそ問題があった。その、原始の何かへ縁側は巡っていくのだろうか。それは自身のそれに対し何を。成功者になれましたか？とか、ともかく、マイナスにマイナスをかけるとプラスになる。は。人生君には、ならない、というのが物理的な事象ではある。それよりは、神様が来れば、マイナスは0になります、くらいが、適当、だろう。そこにあった、業のようなものは、結論では、ダメです、で終わるのだが、それでも輪廻の向こう？